録画中。あ、もう降ってきちゃったね。お、練習してる練習してる。土出てるね、気をつけないと。ここ滑っていいところなの？ここってここ滑った跡があるけど、滑っちゃいけないところ。あ、なんかいる、なんとかサウルス。何、なんとかさ、ああすごいじゃん、先生目立つ格好してるじゃん。あ、先生の先生だよあれ、後ろスキー学校の人、先生たちだよ、うん、それを教えてる先生がああいう格好してるの。あったかそうでいいんだけどいや風を払うんで寒いかも。いや、あったかいんじゃねえか、あれなんて言って。でもあれじゃ体の動きが見えないから練習にならねえんじゃねえ。練習じゃお手本にならねえんじゃねえ。違うと思うけど、でもスキー学校の先生たちってね、あれなんだよ、一級持ってる人がアルバイトでやるから、一級持ってる人に指導員の人が教えるんだよ、空いてる時間に。あ、そうなんだ。そう、そういうのがあるんだよ。いや今どうかわかんない、昔はそういうんだったよ。俺そのバイトしたことないけど、俺が高校の当時日給7000円だったかな、日給7000円宿泊付き、宿泊飯付き。今の方が、今も変わんないんじゃない？分かんないけどね。高校の頃、大藤さん高校の頃、そう90年ぐらいかね、俺が一級取った頃で。俺が一級取ってあれだもん、これでスキー学校の先生のバイトができるなとか言って話になった。あれ混んでるよ、黒姫スキー場。3連休の場所あるよ。ああ、だって上のコースもあんな混んでる。本当だ、リフトが、リフト全部埋まってる。なあ、でもリフト並んでなさそうだぜ。最近ほら、体動かしてないから、うん、筋肉、うん、そうだよ、だから早めに終わるんだよ、今日11時ぐらいで終わりかな。あ、違う、なんか合宿できてんだよ、ほら、ポールバーンができてるの。あ、本当だね、うん、なるほど俺昔あんなんやってたよ、高校の時。あげるよ、左。